はい時刻は9時30分を回りました、ね、嘘のような本当の輪ということでね。えー 今日はパーソナリティに試練由美さんをお迎え、あ違う、ドイヒデトがやるんですけども、この番組、しきったるわーいう方をですね、今週はお迎えして、先週に引き続きお届けしたいと思います。それをサポートしてくださる北条社長、どうもおはようございます。ということでね、よろしくお願いいたします。沖縄、恵方巻きはあるんですか、うん こうう、こ一応、まあまああの某ファミリーマートさんを筆頭にですね、大外時期的には打ってますね、なるほど。はい、空に向かってこう、はい、かぶりつくみたいな、そこは一緒なんですね、沖縄でも、ね。沖縄でも、そこはなんかね、はい、えっと思うような、あの、それこそ沖縄流なこともね、ありますけどね、前ありましたら、そういえばね、えおせち料理がないのみたいなことね、びっくりされてるね、方もいるんですけど。 といやいやいや、ね、先週ちょっと止まらなくなりそうだったので <laughs> え今週止めていただきたくなくて <laughs> え再びお越しいただいたんですけど <laughs> おつらかったような。 ことがあったとお聞きして今ねちょっとこの番組をお聞きの皆さんにはなかなかお伝えしようがないその試練の内容ね試練ややこしいな <laughs> え苦労されたねあのまあ痛かったり辛かったり不自由されたご経験をちょっとねぜひ聞かせていただきたいんですけどももう表情見れないのでね今のお美しい姿は番組を機能方に伝わらない皆さんお美しいですところがっていうような <laughs> はい、どうぞお願いいたしますはいえっ、ー、とですねまあ何度も死にかけてるんですけれども直近で言いますと,、えー、と4月4月4月四、ね、月ぐらいですね、はい、あの SLE の中でいろんなあの病状があるんですけれどもあの重症の,あの症状に SLE 全身性エリテマトーテスって言いまして全身を あの自分のの免疫が攻撃するのでなのでもちろん全身なので臓器も神経も血球もあの全てあの攻撃してしまうっていうところで、まあ、軽症やと皮膚、うん、だけやったりとかするんですけれども重症やとその神経とかあの臓器に異変を致すっていう、まあ、病気なんですけれどもその重症度超重症度。 やって、まあ、その中でまあ中枢ループスっていう神経に行くのとあとは腎臓ループス腎炎ですね腎臓、うん、に攻撃をするっていうのがまあ同時に来まして腎臓、まあ、に攻撃してるので腎機能がもう低下しましてであのネフローゼ 言っても自分の体の中の毒素っていうのを外に出せない水分も出せないもうどん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 溜まっていくっていう形でまあマックス92キロぐらいまであのほんの数ヶ月前はもう大変でしたなので3ヶ月ぐらい寝たきりで寝返りもう1ミリも動けないんですよ なので、あのおトイレももちろんできませんし、お風呂も入れないので、全部を看護師さんに。あのおむつから、おむつ替えから、あの全部していただいたという経験をさせていただきました。もう長期入院に。そうですね、全く三ヶ月動けなかったのは初めてだったので。はい。はい、途中まではね、ラインもらえてたんですけど、ね。うん,うんうん。だんだん、あれ。 そうですね。結構今回はしんどかったですね。動けえ指すら。指はね動くんですよ。うん。なので、うん、あのご飯も自分の体勢をこうなんていうのかなこう調整できないので同じ体勢のまま要はとこずれするような状態ですよね。同じ体勢のままこう手探りでご飯食べてたみたいなーーあの状態でしたね。 はいね、重いんですよで脂肪じゃなくてお水なのでお水ってねめちゃくちゃ重たいんですよ<ー>なのであの立てないんですだってこのスレンダーな体で筋肉が細くてもっとなくなっていってお水を抱え4 0キロのお水を抱えてる状態なので、ね、今ちなみにこの放送機の皆さんに何キロですか今ですか5 3キロぐらいですね そうプラス40キロになったんで <laughs> その時はやっぱり病院でその毎日あの体重を測って血圧を測ってっていうことをするんですけどその一瞬経って体重計に乗るとということができな,いんですよなので看護師さんが2人3人来てくださって「うん、行くよ!」って言って一瞬たってで座ってもう息切れ。 っていうもう一日そのまま寝たきりみたいな状態でした。その寝たきりの生活の中で、うん、痛みは痛みはすごいですよ。もう,すね、もうだからなんていうのかなあのん、ね、うんとねオオカミ赤ずきんちゃんのオオカミがあのお腹に石入れられるじゃないですかあの状態だからオオカミの気持ちがすごくよくわかります。<laughs> <laughs> <の> <laughs> だから笑ってますけどちょっと涙でさ<ー>腎臓がねあの悪くなってそうなんですよ、ね、腎臓がね全く機能しなくなってで ICU に運ばれてもう血圧が200振り切れてもうその血管内のなんていうのかな浸透圧というかなんかそういうのがもうなんかもうめちゃくちゃになってしまってで バランスといいうののがも,うものすごい崩れてきてきそれであのもう倒れて泡吹いて ICU に運ばれてっていう形だったんですけれどもその時はあの腎臓の値の GFR っていうのがあるんですけどそれがもう9あの普通の健康な人は100ぐらいあるんですよ8090100ぐらいあるって、まあ、慢性腎不全の方で60。うんで69 切るとちょっとあの腎不全として生きていかないといけないっていう形らしいんですけれども私9やったのでもう腎臓がない状態30切ったら透析でしょうもうそうですね腎臓のあたりって元に戻らないって言いますよね言いますし、まあ、先生たちももうプロフェッショナルな先生であの大きい病院だったのでたくさんの腎臓の患者さん見てこられたあの総合病院救急のやったんですけれどもまあ試練さん若いから 30までは回復したとして、まあ、50は無理なので諦めてくださいとなのでその腎不全として、あのー、ちょっと生活をしていってもらわないといけないかもしれませんっていうところからですねめき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 復活して104まで戻ったんですよ。<laughs> ういここは,ここはあのあのフレーズじゃないんです <laughs> せーの うそちょっと関西版上も言ってきましょうかほんまけみたいな感じですねいやいやありがたいことにそれはど、どういう状態です、水素えっとですね病棟でそうなんですよあの隠れて吸ってたんですよねで、そういうのを絶対隠れてですかはい、ちょっと一旦 CM 入ってくれますょこれちょっとやばいかもしれないはい頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル 体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に <noise> WOO e a s t 株式会社電話番号03「0335272211」はい嘘のような本当の「は」ということでね楽しくお届けしてるんですけど驚くようなお話が本当ね多いんですけれどもあのはい慎さん。はい ね、試練、大きい試練さんを今日うね <laughs>、えー、滋賀県からお迎えしているんですけども、あのー、病棟でね、それだけやっぱり体重だけじゃなくて、水が溜まって動けない、食事も満足に取れない、もう辛い思いをされた中で、ドクター水素ボトルを持ってきてもらったんですね、それは、タカちゃんから。<laughs> いや、由美ちゃんがもともと持ってきてたんですけれども。 うん、それはもうもちろんあ,のあったので、はい、最初はやっぱりこういう総合病院西洋医学の総合病院って。<laughs> うん、なかなかそういうのを認めてくれない、えー、と先生方っていうのはやっぱり治療の妨げになってしまうので治療の効果っていうところを立証できなくなっちゃうので嫌がる先生が多いんですよ。なのですごく隠れて吸ってたのであのやっぱりお薬をねいっぱい入れると自律神経が乱れるので水素吸ったらめちゃくちゃ眠たくなるんですよ。なので多分正味30分しかその隠れて吸えなかったんですよ。<laughs> 迎えてしまったらもう看護師さんがしょっちゅう来てくださるのでもう吸えないで一番嫌だったのがやめなさいって取り上げられるのが嫌だったのでなので30分でもあの吸い続けるという選択をしてたんですけれども、まあ、そんな時に、まあ、中江さんがあの主治医の先生にあの交渉に行ってくださって交渉人ですかね 実際にあの水素を吸っっててるのかって聞,いた聞いたんですよねそうしたら「隠れてちょっとしか吸ってない」って言うから「せっかくいいものを持ってるのになぜ,なぜ吸わないんだ」って言ったら先生に言われるのがもう嫌ということだったんで、うん、そんなことを言ってる場合じゃないからっていうことでじゃあもう先生に話すのが嫌なら代わりに話しましょうってうことで交渉に行ったら一つ返事でで、OK、でだったんんすすよそうなんですめちゃくちゃいい先生に恵まれてですね。でも水素がいいのはな 分かってるから十分に吸ってくださいって言って,言ってくださってーーもうその先生がね西洋医学を極めながら東洋医学も勉強してくださってる先生でもう常に患者さんの体第一主義で。 もう、あのー、試練さんの体にとってあのいいものは全部取り入れていきましょうって言ってくださる先生でそこからカルテにですね総合病院で水素ガス試練さん OK って書いててくださっこれはあの、ね、ご主人の中井さんのご説明力と言いますか、あのーね、てて初めてね結婚してよかったって思います、ね。 <laughs> うん、それまでは何だったんですかね。<laughs> <laughs> ああもう広く見えてね, <laughs> ね本当に素敵なお話でねえに、はい、僕もあのドクター・水素ボトルのね北條さんからちらちらと伺うことあるんですけどやっぱりそのお医者さんのね考え方水素自体は体にいいという理論というかうん、うん、理屈は十分に分かっていても、うん、ねやっぱりお薬を。 うん、進めないとみたいな、ねうん、ところもねなきにしもあらずだから全員が全員の、ね、皆さんじゃないというのは聞いてますので、うん、よかったですで,も、うん、そうですすねそうだからやっぱり私自身が西洋医学にもお世話になってますし東洋医学にもお世話になってますし再生医療にもお世話になってるんですよ。あの水素の素晴らしいなと思うところはどのの治療どの医療どど医にも邪魔しないんですちらかというとそれぞれの治療の後押しをしてくれる応援をしてくれるのは水素だ と思ってるのでそこが素晴らしいなっていうところとやっぱりすごい恵まれてあのそういう主治医の先生に恵まれてやっぱあの瀕死の状態で結構ねピリピリしてたと思うんですけれどもそこで水素ガスを OK にしてくださったのはもう先生に感謝感謝。 うんだなと思いますし。しまあ、北条社長の話をいつも聞いてましたので。なので、この水素ボトルはやっぱり他のあのー、ね。一般のガスと違ってやっぱ濃度が素晴らしいじゃないですか。で、その水素の濃度っていうのが、やっぱり血流を良くするっていうところで、その血流を良くするっていうのが、やっぱりいいものも運ばれるし、悪いものも回収してくれるので。 薬の効きが良くなるのと副作用が軽減されるっていうのをやっぱり自分の中ですごく体感しましたなので免疫の,その治療をしてる時にやっぱり吸えててないいい時っていうのはすごくしんどいんどですよねでもあの OK が出てから吸いながら治療をするとあのやっぱりすごく楽だったりとかもしたのであのその点ではすごくありがたかったです。ね,えねえあの テレビじゃないんで、皆さんにお見せできないのは残念なんですけどね。うん、あの治療中にいただいた写真がこれなんですけどね。だいぶ。<ー>すごくないです。ね、でも、あの、私って、なんか職業病なのか。のこういうのを冷静に取ってるんですよね。<laughs> あの、しんどい中でも。<笑><笑>この、やっぱり。うん とそうですねもうね水が行き場を失って皮膚が破れてそこから浸出液が飛び出すっていう状態なのでもう全身妊娠性みたいな感じでそこからこう何て言うのかなあの水が出てくるのであのがる、ね、お布団がビチョビチョな状態だから触るともう水が。 出てるっていう状態なので一番きつい時は目にも脳にも水が溜まっそうですね,目,ですね目はもうブクブクにあのビチョビチョにこうなってあのジェルみたいな<ぁ>ジュレみたいな,たいな目<が>はい。そうなっちゃうんですね、うん、はい。そうでした<ー>だから心臓にも肺にも脳にも水が溜まってる状態で肺に水が溜まるだけでも あの心臓に水がたまるだけでも、ものすごい呼吸苦しくなるで,しょううですか、うん。苦しくなるので、まあ、すごくこれ、大丈夫かなって自分ではちょっと弱気に、こんなね、いつも強気なんですけれども、ちょっと弱気になったのが2日ぐらいありましたね、短いわーっぱり その先生がおあのオッケーよっていうねあの中井さんのこのね、うん、あの説得というかお話を持ちかけて、うん、どれぐらい吸ったんですかオッケー出てから五時間ますいましたね五時間をかける何日、はい、もう毎日ですねだい何日ぐらいです一、ねえー、ヶ月ぐらいはずっとでもう今もあ今は三まあだけどこの症状からこの不治の 膨らんでしまった状態からピューっと戻るのに2週間とおっしゃってましたよね。とおっしゃってましたね。体重的にはすごく早く戻って、数字的に戻ったのは1か月1か月ぐらいかかったんちゃうかな、な数字的には、うん。でも水は本当に2週間で抜けましたね。うん、それまで3か月半抜けなかった水がその5時間するようになって、2週間ぐらいでほぼ抜けました。 そう入れても,きつ,れてもきついのを何本入れてももう全然出ないで最初はねあのひどい時はい、ね、めちゃくちゃひどい時は、うん、それで、まあ、利尿剤を駆使して頂い,いてやっと出るっていう状態だったのでその自分の腎機能で出てるわけじゃなかったっていう感じなんですよ。でそそそののの水素と同じくいいろいろその 主治医の先生が今やったらこの薬ができるとかっていう形でどんどん,あのんてうのか相乗効果であの回復っていうのを促進していけたのでなのでし試練さんのこの体力と細胞の力があるからこの治療ができてるんだよって言ってありがとうねって言って,言って,言ってくださった時にあのすごいいい出会いがあってよかったなというふうに

体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に WOOEAST 株式会社電話番号はい嘘そのような本当の輪ということでね今週も本当に嘘やろみたいな話でねいろいろとお聞かせいただいてるんですが実際にはい 病棟でそんなに苦しんでいたのに5時間ぐらいを1ヶ月ぐらいでお水が抜けてねそれを中居さん「中居さん」ってこれ誰って思うのでちょっと改めてご紹介しておくとはいえこの大変なえーね経験をされた試練さんの旦那さんでね結婚してよかったそうです、はい。 はい、でも本当にそういう理解のある、ね、お医者様と共に過ごせてあの先ほどね、ちょっと見れなかった、ね、お聞きの皆さんにはあれですけども本当に膨れ上がった足の状態体の状態からこの5、ね、3キロにすごいですね。はい なんかちょっとぜひちょっと締めくくりまでお任せしたいんですけども <laughs> そうですねやっぱりあの、まあのま自分自身もいろんなことをやってきてあまりサプリとかいろいろ体感がないタイプなんですけど、うん、あの実際にあのマッサージにしょっちゅう行かないといけないタイプなんですよ。大体いい1週間に2回ぐらいマッサージに行かないといけないところが水素ガスをまあ水素ボトルを吸うと。 今日マッサージ行きたいなっていうのが過い始めるとあ行かなくてよくなった。だからすごくこう経済的にも助かっております。中井、あのー、さんはどこか悪い？いやあのー、全身悪いんですけどたただ病名がつかないんですよね。あの未病のデパートみたいな人ですね。もう病気と診断されることはないですけど <laughs> もうずっと体がしんどい全身しんどいんですね。だからね私たち夫婦はね私が難病以外健康なんですよ。 でも中谷さん健康以外難病なんですよね <laughs> <laughs> ちょうどいい組み合わせ <laughs> そうちょうど相性がいい <laughs> すごいね <laughs> ちょうどいいでもねよくね先ほどちょっとね言いかけたあのし、ー、ねさんもあのー、未病対策というかねこれから本当に健康そうに見えて実はどっかね蝕まれている年代多くなってきますね多分それが行き過ぎると病気になると思うんでなのでなんかね病気になるとやっぱりお金も時間も労力も使ってしまいますのでやっぱ病気になった身からすると未病の段階であの健康を育めた方が、まあ、健康 貯金をしてくださるのに、まあ、水素を活用していただけたら、もうめちゃくちゃいいんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、病気をね、あの克服できるぐらいの強さがあるっていうことは、やっぱり自分のし、まあ方社長がいつも言われるんですけれども、水素が病気を治せるんじゃなくって、やっぱり血流が良くなったことによって、まあ、自分の免疫力やったりとか再生能力っていうのが上がることによって で治癒する力っていうのを引き出せるっていう、私はもうもこの考え方が大好きなんですよね。なので、まあいろいろ自分の体を支えてくれてるまあ一つにまあ水素っていうのはあの大きく貢献してくれてると思います。はい。だそうです中井さん。はい、あのよく会ったです。中井さんはあれもね、あのちょっとこり始めるとね、カエルの蛙みたいな顔になるんですよ。で、何の蛙？カエル。カエル？<laughs> <laughs> 見たことがない。<の>カエルのお化けを見たことがないんでわからないですね。<laughs> すんごいカエルのお化けみたいな顔になるんですけどそのお化けが、ね、最近はあの出没してないんで。 あとやっぱり寝るときに吸っておかないとあのよく寝ちゃうと頭痛が必ずきてたんですよ、うん、でも水素を吸って寝ると頭痛が来ないんであれですよね無呼吸やから無呼吸無呼吸なので,なので酸素がいってないんですよ頭になので長く寝ると頭痛になるんだけどんいですね水素を吸ってるともう強制的に血流が良くなってるので鼻呼吸にもなる、うんですよ うん、水素吸っていると鼻呼吸になるのでる無呼吸症候群だったんですけどそれも改善しちゃいましたもんそで、はいもそれもありますね。 そうなのでね、ねあの、一緒に寝てると、いびきで起こされるんで、もう。すいさすーって言って、あの、夜中に、あの。<laughs> こういう普段の生活が出ましたね。<laughs> <laughs> こうなったらね、やっぱり体がね、脱性で動くのか知らないですけど、ピッていう音が聞こえますね。<laughs> もう体が覚えてるんですね、こう。あ、おかあさん、言ってるわー。<laughs> すまんっていう。<laughs> スイッチ <laughs> なので早く業務用の水素でねあの仲良く二人で暮レれるなというふうに思いますねそうですね業務用楽しみですねです <laughs> はい。 いですよ業務用、うん、僕も吸ってみてね何ですかこれはっていうぐらいすごかったんです、うんね、え普段ずっと吸われてる補助社長がいるぐらいで炭水素ボトルだってすごいのに、うん、何ですかこれみたいな30分吸っただけで、うん、スコーンとよくなるんですよそうかてたスコーンと、うん、それちょっとまあっいな,いいなめっちゃいいですよね <laughs> 業務用の体験もできるんですかね、今後ね水素ガスの量がね、60倍なんですそれはやばい何と比べて60倍なんですかドクター水素ボトルの60倍だから60本一緒に鼻に入れてる鼻の穴が…鼻の穴が広がるわ いいですかいう人はいるんですけど、六十 <laughs> 本分ね<え>。六十 <laughs> 本入れてる状態ですから、すごいです。<laughs> すごいですよね。本当にびっくりする。うん、<laughs> ちょっとえっと、<laughs> まあ、まあ商品化されるわけではない。いやい商品化されてます。出てます年末に発売になりました。だからまあ、ぜひ、あの体験されたい方は、沖縄はね、多分ね、どうだろうな、でも。 今月あたりにちょっっと私持ってきますから,から重たいけど <laughs> であのそればっかり吸す僕が説明するんじゃなくてもうみんな皆さんに次々30分ごとにあ<ー>あの吸ってもらうで2人同時に吸えるし、ね、8時間連続再生モードもあるし <laughs> すごいんでもうみんながやってほしいってことは全部やりましたからすごいですはい、はい、ラジオの大きいラジオお聞きの皆さん ね、そろそろお別れの時間ではございますけれどもドクター水素ボトル、ね、あの番組中あんまりドクター水素ボトルって言わなかったのでここでしつこく言ってこいの <laughs> ドクター水素ボトルねただ、あのー、最近ね本日はあの説明会でもね言ってるんですけどやっぱりね、あのー、ちょっと安いからって言って某 ねインターネット等でねあの,あのお買い求めにならないでほしいと思いますねす、はい、やっぱり濃度がもう全く持って、えー、いい加減なのかあの書いてないものとか多いですからねうんぜひそのドクター水素ボトルっていうのはあの私たちの関連するところからね情報を入れていただいて、うん、体験していただいて。 もうご自身の体で覚えていただいてというふうに思っておりますはいそんなわけでね、えー、本当に二週にわたって、えー、茨城からね由美さん本当もっとね関西弁出しながら自分も好きなんで乗り突っ込みやりたかったぐらいなんですけどあっという間に二週連続ありがとうございましたありがとうございました,ました、えー、中井貴之さんもありがとうございます。たありがとうございましたご自社長またねお会いしましょうありがとうございますはい、えー、ょうたというわけでまた嘘のような本当のは来週 ねえお会いしましょうさよなら。